ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ、魔理沙。霊夢、そんなに興奮してどうしたんだ？亀って可愛いよね。確かに可愛いな。特にあの甲羅が可愛いんだよね。霊夢は甲羅が好きなんだな。大好きよ、愛おしくてたまらないの。それなら、どんな生物でも甲羅を持っていれば好きになれるんだな。好きになれるわ。甲羅を持つ生物で可愛くないものはいないわ。それなら、今回はそんな甲羅好きの霊夢にぴったりの話題を用意したぜ。おお、甲羅を持つ生物なのね。そうだ、でもただの生物ではないぜ。なんせ体長が10メートルもある超巨大生物だからな。え、10メートル。そうだ、それでは今回は、超巨大な甲羅を持つ怪物について解説するぜ。とても気になるわ。それでは、ゆっくりしていってね。今回紹介する怪物はスコットランドの北部にあるソアイ島という場所に伝わる伝説なんだ。おお、伝説の巨大生物。ますます興味が出てきたわ。ソアイ島は古くから漁業が盛んな島として知られているんだ。そんな漁師たちによって様々な伝説や民話が語り継がれてきたぜ。今回の怪物もそうやって現代に語り継がれたのね。そうだ。そして、その怪物はシーモンスターと言われているんだ。シーモンスター？いわば海の怪物だぜ。この名の通り、海に生息する巨大生物なんだ。甲羅を持っているなら、巨大なウミガメのような感じかな。そうだな。でもウミガメよりも危険だぜ。時には船を襲って沈めたり、漁網を破壊したりするとされているからな。船を襲うの？危なすぎるでしょ。また、一部の民話では、シーモンスターは海の女神と関連していると言われていたんだ。海の女神ならなんだか優しそうだね。そうだな。シーモンスターは海の生物を守り、漁師たちに豊漁をもたらすと信じられていたんだ。船を襲うと言われたり、生物を守ると言われたりしているのね。まあ、これらの伝説や民話はシーモンスターの存在を裏付けるものではないが、島の歴史や文化、風土を知る上では重要な要素となっているんだ。確かにそうね、その地域独特の考え方とかもあるもんね。さらにこの地域には他の海の怪物に関する伝承があるんだ。まだ怪物がいるの？中でも有名なのはノスフィールの伝承だぜ。ノスフィール、初めて聞いたわ。いわゆる、ネッシーのことだぜ。ああ、ネッシーのことね。そういえばネッシーもスコットランドだもんね。それでどんな伝承があるの？船を襲って、船員を食べるとされているんだ。また、巨大な触手を持つとも言われていて、それで船を引きずり込むとも言われているんだ。ネッシーってそんなに凶暴なの？てか触手。ネッシーの伝承には、船を襲ったという記述はないが、湖の中に現れては船を揺らしたり、人々を驚かせたりするという話があるから、そういう話におひれがついたのかもな。触手もその一つだろう。伝承ってそんな感じだもんね。ちなみに、半魚人の伝承もあるんだ。この生物はシーセイドと呼ばれているぜ。半魚人って人魚みたいな感じかな？人魚は上半身が人間で下半身が魚だろ。でも半魚人はその逆なんだ。つまり、上半身が魚で下半身が人間なのね。そういうことだ。シーセイドは海と陸を自由に移動できるとされているぜ。人間と魚の両方の性質を持っているのね。さらに、人間そっくりに変身することもできるんだ。それなら、人間とシーセイドの区別がつかないじゃない？そうだぜ。男性の漁師がシーセイドと出会い、彼女を誘惑して結婚するというストーリーが有名だ。え、シーセイドと知らずに結婚してしまったの？そうだ。でもシーセイドは自由を求めて海に戻るんだ。だから結婚生活が長く続くことはないぜ。まあ、人間に危害を加えないからよかったわ。これらの伝承や伝説は、現地の人々にとって、海の恐ろしさや神秘性を表現する手段として重要な役割を果たしてきたんだ。確かに、子供が勝手に海に行ったりしたら危ないもんね。そうだぜ。それではシーモンスターに話を戻すぜ。やっぱりシーモンスターもただの伝説で、架空の生物なのかな？いや、そうとは限らないぜ。存在する根拠はあるんだ。それでは、ソアイ島のシーモンスターの目撃情報について解説するぜ。おお、目撃情報があるのね。もちろんあるぜ。シーモンスターはスコットランド北部にあるソアイ島とその周辺海域でよく目撃されるんだ。ほうほう。まあ、未確認生物だけどな。複数の目撃情報が報告されていて、その外見や行動もある程度判明しているんだ。どんな生き物かな？報告によると、頭部や胴体、尾などが観察されていて、体長は10メートルを超えるとされているんだ。10メートルって、改めて思うと巨大よね。本当に大きいぜ。一般的な電柱の高さが10メートルくらいだからな。電柱と同じ大きさなの？化け物じゃない？そりゃあ怪物は化け物みたいなもんだからな。みたいってことは怪物と化け物は違うの？ああ、
化け物は、人間でないものが人間の形に化けたものを指すが、怪物は、奇形や得体の知れないものを指すぜ。って脱線したから話を戻すぞ。ごめん、お願いします。目撃者の証言によると、蛇や亀に似た形状をしていて、頭部には角や突起物があるとされているんだ。やっぱり亀っぽいのね。普通の亀に角はないけど、体色は黒や暗褐色だと報告されているんだ。なんとも不気味な生物だぜ。黒色は本当に不気味ね。さらにシーモンスターは海面から出現し、波紋を残して水中に戻っていく様子が多く目撃されているんだ。深海に住んでそうね。それでは、実際の目撃情報を紹介するぜ。待ってました。まずは1949年だ。漁師が海で不審な動きをしているものを発見したんだ。不審な動き？なんだろう。漁師は気になって一度は近づいたものの、恐怖を感じて逃げて帰ったと報告しているんだ。生物の正体はわからなかったのね。残念だわ。まあ、巨大で謎の生物が現れたら誰もが逃げるだろうな。賢明な判断だぜ。確かにそうね。シーモンスターかはわからないが、こういう報告があるということを伝えさせてもらったぜ。一応、これがシーモンスターの最初の目撃情報なのね。そうだ。次は1959年の目撃情報だ。地元の漁師の報告だぜ。やっぱり漁師が目撃することが多いのね。まあ、頻繁に海に行くからな。漁師は粗相島の西側で泳ぐように進む不思議な生物を目撃したんだ。次はもっと詳しい部分まで見られたのかな。見られたぜ。漁師曰く、長く伸びた体を持ち、緑色をしていて頭部は蛇に似た形状をしていたらしいんだ。なんだか大きな海蛇のような特徴ね。さらに、生物の体表には蛇のような鱗模様が見られたとも言っていたんだ。鱗模様、なんだか謎が深まるわね。そして、翌年の1960年でも目撃情報があるんだ。おお、続けての報告ね。これも漁師による目撃情報だ。この漁師が見た怪物は、頭部が爬虫類で亀に似ていて、横長の目、丸い目、丸い顔、閉じると横長の大きな口があり、首が筒状と報告しているんだ。すごく細かい報告だね。それだけじゃないぜ、背中の露出部はコブ状で、中央にはノコギリの歯のような三角形のトゲや鋸歯が連なっているらしいんだ。なんだか、とても危なそうな生き物ね。口を開けると、非常に大きな口笛のようなうなり声を発したらしいんだ。ちなみに歯はないぜ。そんな音を発せられたら腰を抜かしてしまいそうだわ。この時の怪物は5分ほど姿を見せた後、前方に潜り込んで水面下に消え、400メートルほど離れた場所に再び姿を現したんだ。400メートルも泳いだの、すごすぎるわ。さらに、スコットランドの本土で漁をしていた2隻のボートの乗組員も、この謎の生物を目撃していたらしいんだ。複数名が目撃したのね、これは信憑性がかなり高いわね。ちなみに、この時の実際のスケッチもあるぜ。それがこれだ。おお、なんとも言えない謎の生物ね。そして、1960年の目撃情報はもう一つあるんだ。1年で2回も人間の前に現れたの。それも、この時に目撃した人は1959年にも目撃した漁師だ。ということは、この漁師は2年連続でシーモンスターを目撃したというわけね。そうなるな、運がいいのか悪いのか。この時の怪物は蛇に似た体型をしていることが確認されたんだ。やっぱり蛇が一番近いのかもね。大きな頭部や大きな口などの共通する特徴だけでなく、体表に鱗があって、全体的に滑らかな質感を持っていたこともわかったんだ。おお、今回は前回よりももっとはっきり観察できたのね。そうだな。ちなみにこの時の生物の体色は濃い緑色だぜ。やっぱり全体的に報告内容が似ているわね。次の目撃情報は1962年だ。フェリーの乗客が、船から不審な動きをする生物を目撃したんだ。今度は漁師による目撃ではないのね。初めての一般人の目撃かもな。この時に報告された生物の特徴は、体長が10メートル以上で、背中に波を打つ模様があるという内容だ。あのスケッチの生物と似ているわね。そして、次の目撃情報が1965年だ。少し期間が空いちゃったわね。まあ、それだけレアということだな。この時は3人の漁師が目撃したんだ。3人が目撃、これも信憑性が高いわね。それに、現在に近づくにつれてより信憑性が上がるよな。そうね、偽造工作とかどんどん難しくなるもんね。この時の目撃情報は、首が細く、頭部には突起があるという内容だ。首が細いのね。まあ、これも蛇に似た部分を感じるよな。今までたくさんの目撃情報を聞いたけど、どうもまだシーモンスターが実際に存在していると思えないんだよね。まあ、根拠がないからな。でも次の話を聞けば霊夢も信じられると思うぜ。
おお、どんな話だろう。それでは、シーモンスターの撮影情報と調査状況について解説するぜ。え、撮影情報？撮影に成功したの？まあ、結果から言えば、公開されている写真は一切ない。ないんかい？そういうことだな。一応2001年には漁師たちが尾のようなものを撮影したという報告や、2006年には観光客が謎の巨大生物の死骸を見つけ撮影したという情報があるが、写真は公開されていないからな。その生物はどんな特徴があったの？てかなんで公開しないのよ。2001年は長さ10メートル以上の巨大な触手を持ち、頭部が鳥のようなくちばし状であったと報告されている。2006年は長さ15メートル以上あり、体は細長く、複数の触手を持っていたみたいだぜ。本当に霊夢の言う通り公開してほしいが、ネットが普及する前の時代だからな。なかなかネットに投稿しようとはならないんだろうな。確かにそうかもね。でも見られないのは残念だわ。いつか実際の写真を見てみたいよな。ネットに公開してほしいわ。それでは、シーモンスターの調査状況を解説するぜ。これもかなり気になっているわ。とは言っても、シーモンスターに関する正式な調査は行われていないんだ。え、そうなの？目撃情報や証言は断片的で、確かな情報を得られていないからな。調査を開始するまでの材料が足りないんだ。まあ、調査にもお金がかかるしね。でも、数多くの目撃情報が存在することから、地元の漁師や研究者などによる非公式な調査や研究は行われているんだ。おお、ボランティアの調査ね。あるオカルト作家はスコットランドを中心に、海の怪物や不思議な生物に関する多くの著書を執筆しているんだ。そんな作家がいたのね。そして、その作家はシーモンスターについてもいくつかの著書で言及しているぜ。何か書かれていたのかな？彼の著書怪獣伝説には、シーモンスターに関する簡単な記述があるんだ。他の海の怪物についても紹介しているけどな。おお、その本を読めば何か新しいことがわかるかもしれないわね。でも、オカルト作家自身は、著書の一部がフィクションや創作であると認めているんだ。信憑性に欠けるのが難点だぜ。でも、すべてがフィクションってわけでもないのね。そうだな。まあどちらにせよ、この作家の著書で言及されている情報については慎重な検討が必要だけどな。そうね。なかなか調査も進まないのが現状なのかな。そうだな。でも、近年になっては科学技術の進歩によって、水中探査ロボットや深海探査機器などが活用されているだろ？確かに、こういう技術を駆使して未知の生物の発見や、海底地形の調査とかが行われているよね。そうなんだ。だから、ソアイ島のシーモンスターの調査や研究にも活用されるかもしれないぜ。もし活用されたら、何か大きな情報を得られそうね。それまで末永く待つしかないぜ。私はいくらでも待てるわ。それでは、ソアイ島のシーモンスターの正体について解説するぜ。正体が判明しているの？いや、全くの未確定だ。ただある程度には絞られているぜ。おお、研究者たちが絞ったのね。それらの可能性を紹介しようと思うんだ。まずは、シーモンスターは古代亀説だぜ。確かに、古代の亀って感じがしないでもないわ。もちろんこう考える根拠はあるんだ。シーモンスターは大きな亀に似た体型をしているだろ？そうね。シーモンスターが仮に小さかったら、それはもう亀だもんね。そうなんだ。さらに頭部に角状の突起があるとされているよな。そうよ、亀は頭なんかに突起なんてないわよ。でも、古代亀にはあるんだ。そうなの。さらに、地層学的な研究により、スコットランド周辺の海域には約3億年前の古代から現在まで、様々な種類の亀が生息していたことが判明しているんだ。様々な種類の亀が生息。スコットランドは最高ね。そうだな。そして、シーモンスターもその亀の一種なのではないかという可能性だ。大いにあり得るわ。でも、これは証拠や科学的根拠に基づいたものではないからな。あくまで、目撃者たちの証言や地層学的な研究から推測されるものだぜ。でもそれでいいのよ。研究は仮説を立てないと始まらないからね。なんか霊夢がまともなことを言っているぜ。ところで霊夢、アーケロンを知っているか？アーケロン？聞いたことがないわ。アーケロンは約2億年前から1億年前にかけて生息していた化石爬虫類なんだ。スコットランド周辺の海域にも生息していた可能性があるんだ。それがどうしたの？アーケロンの容姿はシーモンスターにすごく似ているんだ。今回のこの古代ガメというのはアーケロンだと思ってくれていいぜ。なるほど、そんなに似ているの？似ているぜ。アーケロンは現在知られているウミガメの中で最大の種類だと言われているんだ。おお、大きいのね。さらに鋭く頑丈な口を持ち、素早い動きで泳ぐことができるんだ。
なるほど。そして、アーケロンが今もまだ生きていると言いたいのね。そういうことだ。もし、アーケロンが現在まで生き残っていたとすると、そのような生態系が維持されていることが必要だよな。まあ、その生態系から外れてしまうともう生きていけないもんね。だから、もし今でも古代ガメが生きているとするなら、その古代の生態系が今もなお存在していないといけないんだ。つまり、ソアイ島の海の中には、多くの古代生物がいるのかもしれないな。それはヤバすぎるわ。あまり信用はできないけど、そうであってほしいかもしれないね。実はアケロンがまだ生息していることを裏付ける根拠があるんだ。そんなものがあるの？あるぜ。実はアフリカのギニアの海岸でアーケロンと思われる生物の死体が発見されたんだ。え、現代でアーケロンの死体が発見。その外観は非常に印象的で、大きな口に装甲、毛皮、長い尾、さらに4本の足があったんだ。おお、なんだかアーケロンっぽいわ。そうだろ？これが、アーケロンが生息している根拠だ。なんだか、アーケロンが今でも生きている気がしてきたわ。でも、この時に不思議なことが起こるんだ。不思議なこと？なんだろう。それは、この生物の死体を研究しようとしたんだが、その前に姿を消してしまったんだ。え、死体が消えちゃったの？そうだ。最後まで謎のまま消えてしまったんだぜ。本当によくわからないわね。この生物の死体についてはアーケロン以外にも他3つの可能性があるんだ。この死体についても可能性があるの？謎な生物は仮説からだからな。どんな可能性かな？一つ目はさっき説明したアーケロン説だな。二つ目はオサガメ説だ。オサガメ？オサガメは現存する巨大なカメだ。カメ目の最大種だな。世界一大きなカメなのね。確かにその可能性はありそうだわ。でも、この写真の生物ほどオサガメは大きくないんだ。あら、そうなのね。それならやっぱりオサガメではないのかもね。いや、隆起や肉の腐敗による体内の肋骨の浮き上がりなどの可能性があるんだ。オサガメを候補から捨てるのはまだ早いぜ。いろんなことが考えられているのね。そして三つ目はオサガメに似た特徴を持つ禁煙種説だ。それはどういうこと？オサガメの仲間は一族一種のみ知られていたんだ。もしかしたら新種や親族がいるのかもしれないんだ。それもかなり熱い可能性ね。そして四つ目が未知のウミガメ説だ。オサガメかにもウミガメかにも属さない新種ってことね。そういうことだ。こんな感じでいろんな説があるな。でも真実はわからないぜ。結局、この生物はシーモンスターと関係があるのかな？それもわからないぜ。そもそもシーモンスターがアーケロンだとも限らないしな。なんせアーケロンには頭部に突起のようなものはないからな。何もかもが謎なのね。それでは最後に、シーモンスターとプリミティブシーモンスターについて解説するぜ。プリミティブシーモンスター？プリミティブシーモンスターは一般的な分類の名称で、特定の生物種を指す正式な学名ではないんだ。よくわからないわ。これは一般的に古代の海洋生物の中で、現代の生物とは異なる原始的な形態を持つものを指すために使われるんだ。ほうほう。つまり古代の生物のような形態を持つってことね。そういうことだ。そして、シーモンスターはプリミティブシーモンスターではないかと言われているんだ。確かに、現代に生息する生物とは特徴が大きく異なるもんね。私もプリミティブシーモンスター説を推すわ。でも、現代の進化の流れから大きく外れた状態で生き残り続けることは考えにくいぜ。なんだか面白い論争ね。ぜひ調べてみてくれ。ということで、今回はシーモンスターについて解説したぜ。やっぱりどれだけ大きな生物でも甲羅を持っていれば可愛いわ。霊夢はシーモンスターを見ても可愛いと思ったのか。肝が据わっているな。どういう意味よ。もし、シーモンスターと出くわしたらどうするんだ？そんなの決まっているわよ。餌をあげて手なずけるわ。もしかしたら霊夢がその餌になるかもしれないな。甲羅を持つ生物に食べられるなんて本望だわ。想像よりもヤバかったぜ。それでは今回は終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。